最後にここだけ、皆さんの中で令和新選組をワンコインでも支えてくださる方っていらっしゃらないですか。説明をしてまいります。最後にです。でも令和新選組寄付募らなくていいんじゃないの、政党交付金もらってるんだからって方いらっしゃいますが、違うんです。聞いてください。政党交付金とは国政政党、例えばですけれども国会議員5人以上いる団体、他にも選挙の時に得票率 2% 以上というようなグループですね。こういう人たち政党、国政政党と呼ばれますが、ここに対して受かった議員の数や他にも得票数などを見ていってですね、これお金が出るようなシステムになってるんです。で、2019年夏参議院選挙で2名誕生しました。木村英子、船越康彦でございます。いくらもらったんですか。1年間で令和新選組には1億8100万円入ってきたんです。大きなお金ですよ、1億8000万円って。でもごめんなさい、永田町の中ではむちゃくちゃ少なくて大変な額になるんです。政治にはお金がかかる。他党を見てみると自由民主党は160億、もう70億近いですね。立憲民主68億に、公明党30億に、維新の会19億に、国民民主23億、こんなレベルなんですよ。1億8000万円決して永田町では多い額ではない、そうお感じになられたと思います。ただし去年の秋には衆議院選挙で3議席増えたわけですね。令和は合計5議席になったんだから、これはもっとお金がもらえるようになった。確かにその通りなんです。見てみますと令和4年4月1日の総務省の発表では、令和新選組には4億1000万円のお金が入ってくると。これ大きいですね。大きいんですよ。大きいんですけど、これ一括で支払われないんです。つまり何かと言ったら年4回分割払いなんですね。いつ支払われましたか。こちらです。今ここ4月22日に1億325万4250円が振り込まれました。でそれ以外の金額は選挙終わってからしか入ってこないっていう状況なんです。じゃあ何なんですかってことなんですが、この交付金を受け取った4月22日、4月末時点での令和のお財布残高を見てみると1億6000万円なんです。大丈夫じゃないか、それだけあればって思うかもしれないんですけど、ここで少し4月から7月まで交付金が入った後どれぐらいコストがかかる状態ですかを見ていくと、4ヶ月で、だいたい1億円、1月2500万円のこれランニングコストがかかっている状態です。本部の経費など様々ですけれども、他にもそれ以外にかかる経費として、入場料、選挙に出たいです、じゃあお金払ってくださいというだけの行為、入場料で全国比例は1人600万円、選挙区では1人300万円、合わせて6900万円のお金がかかるという話でございます。他にも支部、他にも立候補者がいて事務所を持ってみたいなところにも、これ個人によってお金の額は変わりますけれども、だいたいこんなもんだと4500万ぐらいかかる。他にも凱旋か、2250万円、他にも選挙事務所2000万円、ボランティアセンター東京大阪2カ所で1000万円、ウグイス城81万円かける27台で2187万円、電話回線130回線で156万、最低限の必要経費いくらですか。費用として2億9000万円かかるって話なんです。いくら足りてないか、こちらです。1億3000万です。大変だ大変だっていう話なんですけれども、これはドカンと出せませんか、1億ぐらいどなたかっていう話をしても、これ拉致開かない、当然ですよね。そんな大金持ち少ないし、大金持ちだったら令和新選組なかなか応援してくれないかもしれない。素晴らしい経済政策言ってるんですけどね。話戻ると、これはちょっとずつみんなで積み重ねていきながらクリアしていくというのが現実的かと思います。例えばですけどワンコインでも大歓迎、無理はしないでください。ラスト思いっきりお金の話しましたけど、無理はしないでください。お金じゃなくても、例えば先ほどの令和フレンズ、私たちの活動がご迷惑にならない程度に情報として届く、そして令和新選組の代表選挙でも投票していただけるというようなことにもご参加をいただくだけでも十分でございます。話が長くなって申し訳ございません。この後ですね、令和新選組の山本太郎や大石晃子、他にも時間を許せば串渕真理などとですね、皆さん一緒に写真を撮っていただけないですか。罰ゲームです。令和の時代の罰ゲームでございます。一緒に写真を撮って、そしてネット上などに上げていただく、そのようなことをお願いしたいと思います。時間がない方は勝手に好きな角度から撮って、お帰りいただければと思います。ほぼ肖像権ございませんのでご自由にお使いください。さあ先頭どこにしましょうか。で、場所を今から言いますが、急には動き出さないでください。お願いします。
一回フリーズしたままで、そのまま皆さん急には動かないでくださいね。ありがとうございます。はい、チカチカと光る棒が2本出てまいりました。1本ですね、ありがとうございます。その方の前に立たれた方から順番に写真を撮っていくと、急に動かないでください。小さなお子様、そして高齢者の方もいらっしゃいますので、ゆっくりと動いていただきたいと思います。ゆっくりでお願いします。で、超高速です、ごめんなさい。エール交換、質問を聞いてっていうような時間はですね、今ここの中にございません。もう15分20分ぐらいでこの場を去らなければいけない状態にあります。この後がございまして申し訳ございません。なので超高速で写真を撮って参るということをやってまいりたいと思います。どなたでも写真を撮っていただいてネット上に上げてください。ネットに上げるときにはお願いがあります。私たち令和新選組に一切の忖度は必要ございません。あなたが感じたまま、いいと思えばいいと書いていただいて、いけてないと思えばいけてないと書いていただいて結構です。あなたの表現の自由の中に政治をにじませることによって、みんなに政治に対して物言っていいんだっていう空気を広げていきたい、そういう狙いがございます。というわけでよろしくお願いいたします。この後写真撮ってまいりますが、社会は変えられます。世の中は変えられる、当たり前です。自分にそんな力あるわけない、そう思わされてるだけ。あなたにはその力がある。この国のオーナーはあなた、あなたの中に手を、あなたの手の中に握られたこの世の中を変える鍵、決して握りつぶさないでいただきたい。 50% の人たちが投票を諦めて捨ててしまう、そんな状況の中では、残りの 50% の強固なつながりを持つ組織票が大きく力を持ってしまう。この30年間歪められてきたこの国の姿は、多くのオーナーが諦めてしまった、忘れてしまった、そういうこととつながっています。力を合わしましょうよ。面白い国作りましょう。景気よくしましょう。それができるのが政治です。それができるのが権力です。ぜひ力を合わせて、みんなの力で、あなたに優しい、誰にも優しい、そんな社会一回実現してみません？世知辛い社会があまりにも続きすぎてる、こんなの持たない、もう一回仕切り直し、みんなの力を合わせてやっていきませんか？令和新選組代表の山本太郎でした。ありがとうございました。